東流は海上自衛隊の潜水艦。艦名は、祈願の間を、過去側の激流が流れる兵庫県加藤市の名称、東流灘に由来し、荒々しく戦う流を意味するということから名付けられた。総流型潜水艦の12番艦、11番艦の横流に続き、リチウムイオン電池を搭載し、従来型より、先航時間が伸びている。 建造費は690億円。東流は、中期防衛力整備計画に基づく平成28年度計画2900トン型潜水艦8127号艦として、川崎重工業神戸工場で2017年1月27日に寄港され、2019年11月6日に命名、浸水式が挙行された。千二十一年三月十四日に引き渡し式。 自衛艦機授与式が実施され、収益し、第2潜水隊軍第6潜水隊に編入され、横須賀基地配備された。東流のだ、最新鋭潜水艦、東流浸水開時、ディーゼル推進で、世界最大級。産経、産経新聞。2019年11月6日閲覧。リチウムイオン電池搭載の海上自衛隊の最新、鋭潜水艦、東流が浸水。 韓国も、同種の潜水艦を開発中。高橋康介。ヤフーニュース。2019年11月7日閲覧。海上自衛隊の新潜水艦、東流収益操流型最終艦横須賀に配備。高橋康介。ヤフーニュース。2021年3月24日閲覧。潜水艦、東流浸水。川崎重工業。 https://www.ki.co.jp:/pre-ssr-el-e-s-e h スラッシュテールスラッシュ 201911061HTML2019 年11月6日、閲覧 AB 海上自衛隊 HP 命名、浸水式 AB 海上自衛隊の新潜水艦 東流収益総流型最終巻横須賀に配備。高橋光介。ヤフーニュース。2021年3月24日閲覧。ありがとうございます。